平野紫陽の特別 CM、視聴者の心を揺さぶる衝撃の真実とは、1万3000件のアクセスを誇る CM、なぜ一気に注目が冷めたのか、衝撃の裏事情。こんにちは。今日は、デジタルハリウッド大学のテレビ CM に登場した平野紫陽に焦点を当て、その社会的影響について探ってみたいと思います。平野紫陽主演の CM は一気に注目を浴び、1万3000件以上のアクセスを記録し、 視聴率も6%をマークしました。しかし、一度の放映回数が M ステ打ちで行われたこともあり、なぜ盛り上がりが沈静化したのでしょうかその裏には何が起こったのか、考えてみましょう。特別な60秒の CM は、平野志陽がデジタルハリウッド大学のイメージキャラクターとして登場し、彼のカリスマ性と才能を存分に発揮しました。その演技力と魅力はまるで物語を紡ぐようで。 視聴者の心に深く残りました。この CM は広告映像を超え、一種の芸術作品となりました。演出や編集、平野史洋の演技が見事に融合し、視聴者に強烈な印象を残しました。彼が演じるキャラクターは学びと成長への活動を象徴し、多くの若者たちに夢と希望を呼び覚ましたのです。彼の言葉は単なる CM のセリフ以上に心に響くストーリーであり、 その特別なバージョンは感動と興奮が交差する魅力的な体験となりました。平野紫耀が CM の中で語った言葉には、夢を追い求めることの難しさや幸せへの鍵が込められています。彼の経験と苦悩が滲み出ており、後輩たちに向けて深い思いを込めて語りかけています。夢を実現できた時の喜びや充実感について微笑みながら語る彼の言葉は、希望と信念が込められています。この CM の放送後、 ソーシャルメディア上で話題となり、デジタルハリウッド大学のサイトに1万3000件以上のアクセスが殺到しました。平野仕様の言葉が多くの人々の心に響き、夢への探求心を刺激したのです。CM は商品やサービスを売り込むだけでなく、人々に勇気や希望を与えるメッセージを伝え、社会的な影響力を示しました。YouTube 上で視聴可能なこの CM は、 現在では22万回以上もの再生回数を記録しており、多くの人々に受け入れられて広く共有されています。デジタルハリウッド大学の知名度向上や周知効果が飛躍的に増大し、若者たちにとって夢を追い求める場所として注目されるようになりました。平野仕様のメッセージは大学のイメージや理念と共鳴し、多くの志願者たちに新たな可能性と未来を切り開くきっかけとなりました。彼の演技や存在感が ななななる CM のの出演ではなく、ままさににつのイベントとなり、視聴者に忘れられらい体験を提供しました。最後に、平野紫耀のメッセージが未来の若者たちに希望と勇気をもたらし、夢を追い求める旅路に遺跡を投じたことは間違いありません。彼の言葉が多くの人々の心に響き、その影響力は広がり続けています。これからも、夢や希望を追い求める人々にとって、平野紫耀の存在は輝き続けることでしょう。